岸田総理大臣は、NATO ・北大西洋条約機構の首脳会議などに出席するため、午後、ワシントンに向けて出発します。NATO 首脳会議はウクライナのゼレンスキー大統領も出席して行われます。岸田総理は NATO 加盟国に加えて、日本や韓国などが参加する会合に出席します。岸田総理の参加は今年で3年連続となります。 政府関係者はこれまで岸田総理がきょうのウクライナはあすの東アジアかもしれないと訴え続けてきたことが浸透してきたと見ていて対ロシアと同じく対中国も念頭に連携をさらに強化したい考えです NATO とは機密情報を共有するための専用回線を設置することなどで合意する見通しですその後、岸田総理はドイツを訪問しショルツ首相との会談に臨みます 中国が輸出入や関税などで圧力をかける行為を念頭に、経済安全保障分野での連携を加速させる方針です。はい、岸田総理としては、自民党内から公然と対人論も出る厳しい情勢ですが、こうした外交を含め、一つ一つ成果を積み重ねたい考えです。